ます。おはようございます。あ、武藤君、これお願いがありまして、皆さんにちょっと背中に。背中に。何事ですか。入り口というか正面の方に。武藤君っていうのはボリパラの大事なねイベントとか DVD とかそういうのをね。ジェルム。ジェルムとね。これはだからテレビ西日本の1階ですね。ね。おい、パネル。うわ、すげえすげえ。あ、パネルの中。そういうこと？ウホウホウホとか。ウホウホじゃない。ゴリラじゃないんだから。綺麗に作りました。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために。日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。観光名所が少ないと言われている福岡。そうやな。え、名乗り上げんの？いや、それはもうあれしかねえな。また人のワードのやつ、自分のしたパターンのやつか。ええ。僕は生み出せない人間です。これはもうこれにしようかな。人を集める時の。そうですね、オーラを解放する時のこれにしました。あ、ゆるさんばっかけど、ゆるさんも何気に人気だからな、うん、みんなフルサイズで見てないからね。ライブのフルサイズで見てみろ。音符マークの方がいいんじゃない。音符マークね、うん。そっち？え、違うの？音符。いや、円になっちゃった。なんで円にすんの？おいしいね。あれ普通の音符ってどんなの？この上ピヨピヨ。クリスさん、ヘッドがここまっすぐでしたっけ？違う違う。ね、ありがとうございます。あ、いいね。いいね。ぜひ、ここまでは一般の人も入れます、ね。タリーズもあるし。さあ、行きますよ。すぐ信号引っかかっちゃったよ。こんなもん。そう、キッズが待ってんだからさ、待たしたくないんだよ、俺はキッズを。あれ、アピール月間かな。死病も待たしたくないんだよ、俺は。もう6、7年言ったことないけどね。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。さあ行きましょう。目的地は意外なことに九州限定ではございませんね。生駒さんが計算してないだけじゃないかという説があるんですね。それでは目的地ある人。はい、はい、じゃんけんポン。はい、グー。岐阜の来た来た、うんうん、中津川に今の時期からなんですけど栗きんとんが広島の千光寺、尾道にある。尾道ね。茅ヶ崎のサザンビーチですね。で、C という形のモニュメントで写真。なるほど。本当神奈川ってね、僕らめちゃくちゃ行きたいんですけどね。当たらない。全然選ばれないですよ。長野県にある千と千尋の神隠しの油屋のモデルになった旅館が。いらっしゃいました。また来たよ。貧乏神が。また貧乏神が来たよ。いやいや、でもあそこ良かったからね。なんかもう心の中読まれてんじゃないか。貧乏神じゃないから。東京よみりランドフードファクトリー。フードファクトリー。日清焼きそば UFO のアトラクションができてる。貧乏神いいとこ言うな。食べちゃうよ。許可外で。許可がね。許可だね。それでは、三洋さん T シャツの刺身 T シャツのお兄さん、お兄さん A で A、なぜ A? 安倍なんで。それでは行きましょう、はい、運命のお時間だ。ダサン問いよ。はい、行こう。アンミクジー神奈川です。来たついに神奈川やりました。というわけで今回のゴリパラ見聞録は神奈川県サザンビーチのモニュメントを激写する旅でございます。ヨゴザンっすね。長飯する？サイコロ転がす。あれむせてるし変なこと言っちゃうとか。遠いからね、新幹線また4時間半でも体ぐちゃぐちゃになるもんね。ありがとうございます。忘れないから神奈川ですよ。久しぶりやな。テレビ神奈川が決まってから行けてないって感じですね、うん、相当行ってないよね。伝説はやっぱあそこから始まってるもんな。俺たちが言うもんじゃないと思うよ。でも明日とかもまだ平日やから、まあでも向こうが求めてないパターンあるもんな。挨拶いいなら挨拶行きたいけどね。あ、
撮ってみます？いや、どうなんすか？ご迷惑だけはかけたくないですよね。行って損するってパターンもあるよね。ありがちじゃないですか。もう行って損する飲み会ってありますからね。感謝の気持ちしかないんだけど、ここで電話することによって行くんだみたいな変な伝わり方する、お願いできませんかってなるパターンあるから、このニュアンスで伝えるの難しいですもんね。誰かを返すと伝言ゲームみたいで、そうそう、トミさんからテレ西の人に行くときに行きたいっちゃけどみたいな感じになる可能性もあるから、向こうはしなきゃいけないんだみたいになって怖いんだよな。やめましょう。なんて先まで読むやつ。あれ全然ある。さあ、はい、今から新横浜までの4時間半の4時間行きます。さあ、新横浜でございます。ぐちゃぐちゃになったでしょ。体ぐちゃぐちゃってどういうこと？尾てい骨もぐちゃぐちゃになってる。ホテルってどうなったんでしょう？藤沢、都会のコンセプトがすごいな。おぉ、浮かんじゃったかな、サンダー演出に影響を与えちゃったのかな。オレンジもうちょっとって揉めちゃうかもしれないな。でもサンダーはイエローだって言ってたよ。サンダーイエローです。あー、北のブルーだなと。マジで内容全く決まってないですからね。側ばっかで遊んでるけど、詳しくは DVD の特典映像の福岡旅。刺身はどうなんかね。弱そうじゃない、正直。夢ですか。どんな質問ですか？すげえよな、客引きが今見ました。仕事中に夢人、夢人得そうだな。気を取り直していきましょうか。ガロ悪かったもんね。いきなりやっぱテンション下がりますもんね。そうですね、そのやっぱイメージが悪いですよね。結構町田先輩とか最近すごい声かけられるから大変だと思いますよ。ないよないよ、そんな。お坊さんにゴリケンって言われて、今日言われてたね。今日それで博多駅で言われてた、呼び捨てです、はい、若い兄ちゃんにまた嫌な感じでゴリケンゴリケンって言われてんなと思って見たらお坊さんだったんです。お坊さんまだ修行が足りないですね。確かにね。じゃあゴリさんのことをおちょくったりするけど、ゴリさんおちょくられるとめっちゃ腹立つですよ。本当に丁寧に声かけていただく方が多いけどね。いや、そうそうそう、本当に一人知ってて一人知らんというのが一番きついよね。本当に素顔否定するっていうぐらいするやん、誰誰誰って。いつもそうなんですけど、そう、知らないっていうやつの方が声でかいんですよね。そうなんよ。知ってる側もっと頑張れと思うんですけど、あなたがもう生み出した戦いだからこれ。困りますよね、対応に。この声かけられてるのこっちなんで。すげえ恥ずかしいよね。俺って昔ギャルみたいな女の子に声かけられて、わあ、ペペさんペペさんっつって、そして彼氏みたいなめちゃなんかもうチャラチャラしたやつが後ろからバーってきて、調子に乗んなよって言われて、そのままその人に、いやちょっと待って、俺ただ西通り歩いてただけなのに、すげえ切なくなったわ俺。暴力になったら、ま、確実に負けるからですね。勝てないね、武力ゼロですからね。藤沢で泊まるってすごいな、なんか楽しみだな。もう今週はね、もう申し訳ないけど、もう酒飲んでもう終わるけど。お、え、いや、ごめんなさい、企業権の工場だと思って。いや、トミさん、今どんな食いしん坊なんですか。あるけど、今の、いや、そうだけどさ、相当食いしん坊でしょ。確かにあるけど、企業権。こっから出てるのじゃん。あのシューマイのね、帰りはこれかな、決まりだね。今日も来る時に、一番俺たちが好きな弁当あるんですよ。これ、花丸さんから教えてもらったんですけど、大名かごっていう、あの東竹軒、あの柏飯の、めっちゃうまいんですよ。でそれいつも昼に博多駅の中の弁当屋で売り切れてるんですよ、昼間は。でペペがいつもどっか行くなと思ったら、改札の外で売ってるとこをこいつ見つけたんですけど、俺らに言わないんですよ。そう、ね、でいつも見つけてきてて、お前って言って、で今日もそれつけて、ペペつけて、ペペが案の定買ってたんですよ。でよっしゃと思って言ったら、あと1個だぞ、ペペが言ってから、よし、どこどこどこって言って、ただその前にお客さんに目の前で買われたんですよ。マジでもう今日行きたくないぐらいショックでしたもんね。あーっつって、あー、買いたかった。矢野君言ってくれやいいやん。いや、矢野はね、言わんかったよね、何ヶ月か。それと結局吉野家買ってたもんね。腹立ったからあったかいの食べたろうと思って、わざわざ一回改札の中入ったけど、もう一回外出て吉野家買いに行きました。センセーション巻き起こしてえなと思って、で、やったら案の定トミさんが、あー、そっちのパターンがあったかっつった。最近なんか俺すげえ人に会うんよ、なんか偶然。話変わるけど思い出した。お前も静岡にさ行ったじゃない。で僕東京だったんで、残っておばあちゃんの墓参りに行ったんですよ、静岡のおばあちゃんの。お寺の前に花屋さんあるんちゃうけどさ、そこで花を買いよったらさ、領収書町田でって言ったら、町田
ケンちゃんって言われて、いとこの人と偶然まずそこで会って一緒の墓参り行ったのね。これもすごい7年ぶりぐらいの出会いなんだけどさ、その後さなんか絡んでんな、なんか調子が、うん、ちょっと変ってした方がいいですか、変っていうか、あのそ変って口で言うんじゃなくてあーってやった方が、変って口で言っちゃってんな。このことでこの後の話をもうもうないよな。なんかすげえ人と会うなと思って怖くなって変入ってこないよ、変って口で言うんじゃない、もう死ぬんじゃねえかなと思って、人と会う偶然死ぬって言ったら出てこんかったけん、もういいわ。見てこれ、この並びおしゃれだよね、江ノ島富士山。なんかもう勝手にやっぱブランド化してるもんね。湘南出身っていう感じだけで評判があった人いっぱい多いやろね。湘南っていう評判がいいから、そこに生まれただけでアドバンテージあるわけですよ。ひなぐっつってそこから続いたことないもんな話。あ、ちくわってなんだ、うん、まあ、たまにあって、いやワンタンあってちくわだね。このなんかバイクの二人もおしゃれに見えちゃう、おしゃれに見えちゃうね。もうん、いいね、腰にテーマしてなかった、かわいいんじゃない、追いますか。追いますかって何、追っかけますよ。この辺だね、ホテルは。中華とかもあるよな。いいんじゃない、中華とかでも。ダメだ。お前が言ったんだよ。さあ、来ました、湘南ナイト。あれ、知ってますか、ゴリパラ。知ってます、キツキツ。そうですか、そうだ、嬉しい。知らない。知らないですか。知らない、いい方だ、こういういい方。知らないけど、あの、わざわざ気を使って。やっぱいいんですか、藤沢中たら。はい、ありがとうございます。すごいね。いや、なんかあの、でも隣の方が優しかったですね。偉そうなこと言えませんけどね。そうですね。傷つきたくないって。そうです。それだけです。天狗だ。あ、天狗だ。マークすごい。この森さん、マグサイの。絵の伝で、マークだけだから。あそこでカップルがずっと深刻な話してたな。あれ、別れ話だな。アドバイスしてきた方がいいんじゃないですか。もうやめよう。ダメだって。森さん、おせっかいだって。マジ意味わからんから。ドラマ作ってるの。マジ、ドラマ作らない。あれでさ、ゴリさんが来てさ、どうしたの。最悪ぶん殴られるよ。おせっかいおじさんをなんとか止めて、こちらのお店で一献です。本日の焼酎紹介のお時間です。お願いします。ディー島の泉、種子島。種子島、念願の神奈川で、はい、早速神奈川キッズにお会いしたんで、まずあの人に乾杯。乾杯。じゃあ、うん、うまい。甘みが、うん、ありますよね。どっち踏み込むな。途中で自信なくなっちゃった。俺もダメですもんね。なんか分かんなくなりますよね。クリームをフルーチェみたいですって怒られたもん。いや、それはもうそれはダメです。それはもう別件だよ。それはもう俺らでも分かるわ。いや、でもやっぱそんな感じだったんだもん。矢野くんもこの間怒られた。フルーツのなんかをフルーティーですねって言ったらしくて。でしょ、当たり前です。フルーツがすごい時にフルーティーちょっとダメなんですかね。そりゃそうだろう。魚食べて魚っぽいですねみたいな。フィッシュ。みんな私が食べてきた。おーい、おーい、すごい来たな。ちょっとこれすごいね。僕の銀杏のコメントは大丈夫ですか。行きましょうか。わあ、おいしい。なんでカメラ呼んだんだよ。ゴリゴリ、うまっ。私、それに合う日本酒のために。あら、早いね。いいね。なんていうお酒ですか。知りません。さっき見てて。お刺身に合う超ゼロっすね。今日のポン酒、ポン三夜ですね。ポンって何ですか。日本酒の、俺の紹介するときはポンって言う。ポンポンって何ですか。日本酒の、俺のちょっとなんとなくインデペンデンスデーみたいなのが欲しくなったんだよ。今日も最高や。昨日の西陣も最高だったし、そう、一昨日の大名も最高だったし、うん、福岡がいつも最高であるから。え、嘘でしょ。今のとこで止まる。そういう時になっちゃう。今日お前のほかね、うん、あの行ってんですよ。新幹線でずっとこらえてたから、うん、本は何読んでたの。みんな
俺は何者っていう小説と漫画本買ったけど、漫画本10ページ読んで寝ちゃった。わかるわ。俺も何者買ったもん。あ、買った？一冊ともう一個俺買っちゃうのよね、いつも。首こり病の治し方っていうの買って。本読むのは良くないみたいなの書かれとった。これすごい出だしやろ。ほら、じゃあもう読めんばいと。いや、それすごいな。移動ってマネージャーとかここで休めるんでとか言うけど、うん、移動って疲れるからね。疲れるね。疲れる。移動って HP 減だから。座って寝るっていうのはあんまり疲れ取れんじゃろうな。取れ取れ取れ。俺も初め枕買ったもん。枕、3万円の枕。3万の枕。モンクレーの枕とかじゃないとよ。レノマじゃない。じゃあレノマとかじゃない。ミスター重工でもない。違う。今使ってんすか。使ってんのよ。どうすか。これだんがそういうとこやなとかって言って、うん、ワクワクして寝れないの。ごめん、ちょっと貸してくれないですか。え、3日ぐらい貸してくれ。嫌だよ。枕借りるって。俺も借りていいですか。いや、だって1回使ってくれないですか。サイトに貸したら悩みますか。で、それはもう俺言われたから、娘に言われた。買ったという3万円の枕、ほら、リマちゃんやってみて。臭いやん。でも買って1日目や。ようこそ。いやいやいや。俺すげえこの間娘にいいことを言ってたんですよ、うん、人生とかって話してたら、はいはい、うん、まあいいけん口くせえよ。言ったよ娘に、しばらく時間くれって。わかるな。いや、でも俺も言われたわ。誰に。奥さんに。バカラで、なんか結婚祝いお返し、え、これこうですかねって聞いてたら、奥さんに、お前バカラで緊張していいから来てたんじゃないか。お前サルベージしちゃったんじゃないの。瀬戸さん、嫁が全く同じこと言ってた。いや、もうマジで危うくマジックリンかけられそうになる時あるもん。あるある。マジックリンってまあまあ強いやつからかぶれるんだい。カビ、ま、カビじゃないもん。でも強いね。もううちの娘なんて6年生だから、この間声の形っていうアニメーションの映画、うん、結構リアルないじめの話で、うん、学生さん大変やねとかつって、うん、うちの娘は何がわかるとつって、もう当たり前みたいにある世界で、まあこういうこともあるやろうなっていう目線で見てんだもん、娘は。え、だからそういう話なの。それも話もえぐいからもう聞かんかったもん。もう めんどくせっていうか。いや、さもうやっちまったな。切なくてじゃなくてめんどくせっ。そういうことがあるの、あるのとかって聞くのももうちょっとあれだったから、ブックオフに漫画本買いに行こうっつって2人で。何買ったの。え、漫画本あの100冊買ったの。2人で100冊買ったの。というのも BMW を俺は買うってなんか知らんけど酔った勢いで娘に言っちゃったんですよ。うん、どう考えても買えないってことで、ブックオフで100円の漫画本100冊買って、でっかい1個より数で勝負しようっつって漫画本100冊買うんですよ。でも俺がもう欲しくなっちゃってさ、うん、もう70巻俺が買っちゃって。お前の方がご褒美多いや。でも小6やから気づいてると思うよ。情けない人でしたね。でもほっとけないんですよって25ぐらいの女になった時言ってほしいね。でもやっぱここはもうこの仕事でドリーミー見せてたら娘も多少金がないとかでも、まあね。なんかこの間映画見た時に洋食屋でご飯食べたんですよ、はい。で洋食、天然じゃなくてってこと。どういうこと。海外の食べ物、洋食。刺身しか食べない人間じゃないから。いや、マジで洋食屋ってある、ね、マジで。カラスのサバの洋食のサバ相当うまいんだよ。その話の洋食がいいっていうのも知ってるけど、洋食屋ってある。キャビアも洋食できますから。え、ごめんなさい、ちょっと今ごめんなさい、薬変えてる。よかろう。すいません。で、それで洋食屋行ったら、うん、若い女の子がキッズだったとか言ったら、ああいう層のファンもいるったいねって。いや、結構多い。嘘つけよ。嘘つけ。でもやっぱ言うんすよね、なんかやっぱ、うん、漫才師やないよねとかっていう。ネタやってないって。ライブとか見に来てもらえばいい。でもテレビでネタやってないから、もうそうなったらもうグッといっちゃうもんね。その話はやめよう。でもそういう意味で言うとね、もうこの放送の時には終わってますけど、東京公演がね、オモスタンドグランドってとこでやらせてもらうんですけどね。昔ファブって名前やったんな、俺たちが東京時代。そうですね。30人ぐらい呼ぶなんて、もう本当にハーヒー言ってたぐらいの
ヒーヒーでしょ。俺ザマムって俺のダンスでしょ。ヒーヒーで正解はヒーヒーダンス。全部間違えた。一回考えたんだ。俺前これで間違えたなと思って一回それ通したんだけど。それは覚えてたね。頭の中で。あれなんだっけ、この、ま、この前間違えた。間違えてるよ。で、出てた。間違えてる。ハーヒー。で、正解はヒーヒーなんですよ。で、もうこれを間違った時点で、もうみんな入ってこないです。で、なんで今こうハーヒーの後乾くの？乾しなの。でもその感慨深いものがあるという、できるとは思ってなかった。まず福岡来た時点で、東京でね、うん、食いながらやめましょう。噛めないの？噛めないの？もうええもん。これね、トミさん、ほんといい話っていうか、俺ら僕ら的には感慨深いですよ。東京で、まあ、昔やってたところですから、まあ、事務所のライブの本拠地なんですけど、なんか滑ったりとか、そうお客さん入らなかったりとかすげえして悔しい思いした場所なんですよ。もう悔しい思い出がある場所に応募が3000人来たっていう、すごいことだね。これだから東京都民全員に伝えたい。東京にそのままおったとしても都民に伝えたいなかったろうな。ざまみろとかじゃなく、やりましたよっていう、いやだけよかったなと思って。嬉しいよ。だってこれいいんだよ。あ、すいません、いろいろありましたね。なんか言いました？今なんか無視されて言ってないことだから。言ってたじゃん。色々確認してみる。言ってないから。俺は確実にこっちの方向に話しかけてるから、炭酸に対してな。え、まあいいや、ちょっと待って。完成。ゴリさんが、ゴリさんが今完成した。ベベもでもあるんじゃない、東京で半分ないんじゃないかと思ってなかった。どう？いやー、な、俺ないもうね、もうないって言ってた。そうよね、うん、緊張してきたな。どういう顔してるんでしょうね。この多分緊張して失敗してんじゃないから、はい、あるかもしれない。水が合わんで、その時はもう水が合わんって言いますよ、ね、でももう本当これだけでペペもう本当余裕かまして、ギリギリまでタバコ吸ったりとかめちゃくちゃ緊張してんのに、もう余裕ぶってんだから。お前一番緊張してんの、今までかつてのやつあるね。分かる、一番緊張してんのお前ら。もう緊張してもしょうがないからなっつったら脇汗べっちょり。単独前も俺緊張したけど、もう緊張してどうすんの、練習してきたことをさやるだけつって、口がもうカラカラなって、うわ言ってて、練習してきたことやるだけ、ひっついてるやん。ペペはですね、緊張しすぎてそれを隠すために尖る癖があるから。じゃあさ、それはもう、いや大丈夫、白いのが吹き出ちゃってる。見てごらん、また肌荒れが始まって白いのがもう。だからもう一番大事なことはもう頭を深く下げるだね。今回のエンターテインメントはもう頭を深く下げる。あざしゃあざしゃっていうのを一人一人にやります。内容じゃないです。内容じゃない、誠意です。次回ゴリバラ見聞録、まさにスター、見逃すな。